ピース、まつきです。私めちゃめちゃ帽子が好きなんです。まあ、中でもキャップが大好きで、今日はその帽子コレクションを紹介します。はい、今一番お気に入りのキャップから紹介します。ルン、これね、一応チャンピオンのキャップで、素材がテカテカしてる素材なんで、綺麗めな服にも合いやすいっていうので愛用してます。次、じゃーん、可愛くね。なんかね、色味が本当にこういう白い服にパーカーとかにあえてポイントでこう使うのもいいし、こんな結構派手だけどちょっとくすんでるピンク、使いやすいような色味なんで、これもめっちゃ愛用してます。続いてのチャンピオンで、私こういう浅いキャップが好きなんですよ。多分顔の形にも合ってて、頭がそんなブカブカなるんですけど、この浅いやつだったらすごいね、かぶりやすい。やっぱこう色でポイントもつくの可愛いよね。これもチャンピオン。次に、じゃーん、私とデニムブランドエブリデニムさんとコラボした商品なんです。可愛いね、これが。この3色にしました。まあインディゴのカラー、あんまこうストリートっぽくならないような色味を選んだので、綺麗めな服に合いやすい。もちろん自分で作ったんで3色持ってるんですけど、自分がするイベントとかで再販しようかなって感じですね。続いて、これ夏にめっちゃ被ってた。これはリーの緑の、キャップなんですけど、これ緑がちょっとくすんでて可愛いのよね。夏フェスとかでこれを被ってたな。 T シャツ1枚にこれみたいな。なんかこうワンポイントが白いから、白い T シャツとかにすごい合ってて使ってました。次にね、ファンの子にいただいた、じゃん、はい、ありがとう。まずこっちから緑のニューエラのキャップなんだけど、私が愛子さん好きってことで、これ愛子さんが実際に被ってたものらしくで、手紙に書いてました。愛子さんがこれを被ってたので、まつきちゃんもぜひってことで、ありがたいよね。これ可愛いんだけど、野球をしてる男の子みたいな刺繍です。でこっちは渋谷で公開ラジオやってて、その時に差し入れでファンの子が持ってきてくれた、私とお揃いだよって言ってプレゼントしてくれたやつです。ありがとう。ベージュを合わせやすいね、本当に。次に、私帽子のブランドで一番好きなのがカシラなんですけど、デザインも可愛いし形がすごい好み。はい、もうまた黒いキャップ。カシラのね、ちょっと好きなところはこういうワンポイントがこうある感じがすごい好きで、素材がすごい綺麗め、セットアップとかにも合うし、ワンピースとかにも合わせやすいような、ちょっと丸っこくて可愛いよね。これもね、色が一目惚れで買いました。ドン、オレンジの色めっちゃ可愛くない？このツルツルした素材、私大好きなんだけどオレンジメイクにすごく合うのよ、これ。そう、なんか今のこのちょっと明るくなった髪色にも似合うし、可愛いこの帽子。はい、そう、この間御殿場のアウトレットに初めて行って、御殿場のアウトレットの頭が入ってたんですよ、私の大好きな。嬉しいと思ってこのシャツをゲットしました。この冬、秋冬で被りたいなと思って、まずはグレーのニット。ニット帽もね、意外に持ってなくて全然。なんで、ちょっと私は被ってみようかってことで。可愛いよな、この網目がでかい感じも可愛い。で、もう一つ。これこそ白いベレー帽なんか持ってないわと思って。あ、なんか黒いラインがすごい可愛いなって思ったんですけど。ベレー帽もね、キャップの次に実は好きなんです。あとこれやな。黒のキャップで言えば、これ流行ったよね、バルンシアガのキャップ。被りやすいけど、なんか私がなんかハイブランドのものとかを身につけてるの結構違和感かもしれない、みんなからしたらでもやっぱ可愛いもの、ハイブランドとかもっと見てみようかな、これからって思いました。もう一個あったわ、カシラね、白いキャップありました。この夏結構こういうシルバーのアクセサリーすごいハマって、シルバーアクセと白キャップ、これすごい薄くてめっちゃ、これ夏はこのこれかこれみたいな感じでよく被ってましたね。あとはこれも好きです、スウェードっていうのかな、これくすんでる色だから本当に使いやすいよね。くすんだ青みがあるようなパーカーに合わせてたし、黒白のチェックの服とかも合ってたし、バランス取りやすい色ですごい使ってますね。次、これめっちゃ可愛い形の帽子を見つけました。これめっちゃ変わってない、すごい後ろのね、この調節の紐がめちゃ長い、
そう、結構これもツルツルビニールの素材で、かわいいよねこれ。クリスチャンダダっていうとこのブランドです。これちょっと値段がね、割と帽子の割にちょっとした、かわいい。でもこういうデザイン性のある帽子もたまには遊びたくなってはい、 あと古着屋さんで見つけたこういうレトロな帽子も、ちょっと深みのある明かりとかにも合うなって思って、結構ね、あの下北の古着屋さんでこれ買ったんだけど、下北の古着屋さんは結構多い、かわいいキャップが。はい、そんな感じです。結構ほら紹介したよ。これでも結構量減らした方なの、前断捨離して。収納方法ちょっと分かんなくて、今クローゼットに IKEA で買ったパイプにかけれる棚みたいなやつを買って、そこにこう重ねて置いてるんですけど、みんなこういう帽子ってどうやって収納してるんだろう、超知りたい。私はずっとこの髪の短くなってからも帽子楽ちんです。もう髪の毛巻かなくてもかぶっときゃええっていう感じではい、こんな感じで私の大好きな帽子紹介でした。なんかおすすめの可愛い似合いそうな帽子だったら教えて買うわ、ポチる。じゃあねー。